シャローム、ウクレレフレンズの皆さん、こんにちは。ウクレンチャンネルのレンです。今日も動画に遊びに来てくださってありがとうございます。はい、今日はですね、ウクレンチャンネルチャンネル登録者1万人突破スペシャル企画、イエーイ。はい、ということでスペシャル企画やっていきたいと思います。私のこの YouTube チャンネル、ウクレンチャンネルがですね、この秋になんとチャンネル登録者1万人を突破いたしました。イエーイ、皆さんありがとうございます。このチャンネルを登録して見ていただいている方々、本当にありがとうございます。いや、本当ね、1万人ってすごいですよね。なんかその数だけ見るとすごい圧倒されてしまうというか、私大丈夫かな、ちゃんとやれてるみたいな感じになっちゃうんですけど、なんかちょっと冷静に考えてみると、このチャンネルを見てくださっている方っていうのはきっとね、ウクレレに興味がある方とか、ウクレレをやっている方が多いと思うんですけど、どこかのタイミングで私の動画に出会ってくださって、その時に、あ、このチャンネル面白いなとか、もう一回見たいなっていうことで、きっとチャンネル登録してくださった方々だと思うんですよ。そんな一人一人が集まってこの1万人っていう数字になってるんだなと思ったら、すごい実感が湧いてきましたし、同時にものすごい感謝の思いが溢れてきたんですよね。皆さん本当にありがとうございます。ということで、この感謝の気持ちをなんとか表したいなと思って、いろいろ企画を考えております。第1弾はみんな大好きプレゼント企画でございます。イエイ。はい、ということで今回ね、チャンネル登録1万人の 10K っていうのにちなんで、10名の方にプレゼントが当たる企画をしたいと思っております。早速プレゼント内容の発表をしていきたいと思います。まず一つ目のプレゼント、こちらでございます。はい、先日私こちらのね、レビュー動画も上げさせていただいたんですけれども、エンヤのノバユープロテナーサイズのホワイトのモデル、カーボンファイバー入りのポリカーボネート製で、丈夫でアウトドアにぴったり、でもフレットがちゃんと金属フレットがついていて、すごく使える一本だと思います。めちゃめちゃホワイトとブラックのツートンカラーがおしゃれな、こちらの1本を1名の方にプレゼントいたします。そして、はい、次はこちらです。はい、マイレレイソプラノロングネックウクレレでございます。こちらはですね、以前コラボさせていただいたハワイのウクレレショッププワプワのケンさんから送っていただいたものになります。このマイレレイというウクレレなんですけど、こちらはですね、日本ではフェイマスで有名なミツバ楽器さんがハワイで展開しているウクレレブランドになります。で、この素敵なね、イラストがここに描かれてるんですけど、あと後ろのね、ここにも入ってるんですけど、これはプッシュケートアートって言って、ハワイ在住のプッシュケートアーティストのジュンコさんという方が全部手書きで描かれているアートなんです。めっちゃ素敵ですよね。こちら私ね、2本持っているので、1本は今回プレゼントさせていただきたいなと思っております。こちらを1名の方。そして次はこちらです。はい、じゃん、こちら何かわかりますでしょうか。こちらはですね、ナチュリバーブという製品になります。こちらも以前レビューさせていただいたんですけれども、ウクレレのね、中に取り付けて使うと電源なしで自然なリバーブをかけることができるという優れものでございます。こちらね、私すごいお気に入りでよく使っているんですけれども、これも私2つ持ってますんで、1つプレゼントさせていただきたいなと思います。こちらはね、一番最初に出た初期型になっているんですけれども、コンサートサイズ、テナーサイズのウクレレで使うことができます。薄いボディとかサウンドホールの形がちょっと変わっているウクレレ、また小さいサウンドホールのウクレレとかには取り付けることができないです。内部がね、ちょっと狭くなっているようなウクレレは一部取り付けができないみたいなんですけれども、まあ普通のスタンダードなウクレレだったら大体取り付けられると思います。こちらのナチュリバーブを1名の方にプレゼントしたいと思います。そして、はい、次はこちらです。じゃん、
こちらは CD なんですけれども、レジェンダリーウクレレっていう CD です。こちらはハーブ太田さんの幻の CD と言われているものです。なんとですね、この CD ではウクレレのレジェンドと呼ばれているハーブ太田さんが珍しくハイGのウクレレで演奏した音源が入っております。もう本当にラフな感じで収録された音源ですので、途中でちょっとなんか喋り声みたいのも入ってるような気がするんですけども、本当に素晴らしい名盤と呼ばれている CD になります。ところがこちらも廃盤となってしまっていてですね、私がウクレレを始めた時にはもう入手困難となっていた CD だったんです。でもうね、毎日毎日検索してこの CD どっかに出てないかなっていうことでめでたくゲットできた1枚になります。で、私ね、これもう1枚実は探して見つけたんですよ。なので2枚持ってるので、1枚はね、どなたかに聞いていただければなと思います。中古品で入手したものですので、こうケースがね割れていたり、こっち側も割れているかな、ちょっともうここの白い部分も黄ばんでいたりとかするんですけど、中はちゃんと、聞けるディスクが入ってますので、もうこれねプレミア価格になっちゃって、なかなか手に入らないお品なので貴重なものなんですけれども、ハーブ太田さんのこの CD 聞いてみたいっていう方はぜひ応募してください。こちらを1名の方にプレゼントしたいと思います。続きまして、こちらじゃん、はい、こちらご存知でしょうか。あんまり見慣れないものかもしれないんですけども、こちらはですねページオープナーというものです。どうやって使うかっていうと、ウクレレの楽譜あるじゃないですか、楽譜集、そういうのをこう開いておくときに、なんかパタンって閉まっちゃうことありません？結構分厚いから。そんな時にこれを使うと閉じないでちゃんと開いておくことができるっていう小道具でございます。例えばこういった楽譜あるじゃないですか、それの真ん中の方のページってなかなか開き癖がつくまでは開かないですよね。で、そういう時にこれをこんな風に使うんです。そうすると楽譜がパタンって閉じないで、ある程度こう緊張感を持ってこう開いておくことができるっていうような便利グッズでございます。で、今回はですね、ちょっとこちらに見えるかな、ウクレレフレンズっていうロゴを入れさせていただきました。可愛くないですか。こんな感じで、今これはですねブロンズっていうカラーなんですけど、こちらがシルバー、そしてクロームブラック、こうね3色用意しましたので、こちらを3名の方にプレゼントしたいと思います。お色も選んでいただければ嬉しいです。そして続きましてはこちら、じゃーん、こちらはですね楽器を吹くクロスなんですけれども、ファインクロスっていうめちゃめちゃ手触りがふわふわなクロスなんですよ。これね、以前あのウクレレビルダーのセイレンの高橋さんがツイッターでおすすめしていたクロスになります。高橋さんも長年こちらを愛用されているということです。洗濯とかをしてもあんまり生地が傷まないというか、性能が落ちなくて長く使えますよっていうことで、私もその時に購入してそれ以来愛用しているんですけれども、今回はですねこのオリジナルのシャロームというロゴを入れさせていただきました。これ刺繍で入っていて結構可愛くないですか。自社工場でせっせせっせとミシンを動かしてみました。このシャロームっていうロゴが入っています。こちらのクロスを、2名の方にプレゼントしたいと思います。そして最後、こちらもオリジナルグッズになるんですけれども、私がデザインした缶バッジとステッカー、こちらのセットを1名の方にプレゼントしたいと思います。はい、ということで私が今できる精一杯のありがとうを込めまして、10名の方に当たるプレゼント内容を発表させていただきました。では応募方法について説明させていただきます。こちらの動画の説明欄を見ていただくと応募フォームのリンクが貼ってあります。そのリンクからジャンプしていただいて、応募フォームに必要事項をお書きください。必要事項はアカウント名、そしてご希望のプレゼント、それから当選連絡用のメールアドレス、そして合言葉になります。合言葉はですね1万人のシャロームと入れてください。
あと最後によろしければお祝いコメントとかこのチャンネルの感想なんかを一言書いていただけるととっても嬉しいです。最後に送信を忘れずに押してください。送信が完了すると応募を受け付けましたとメッセージが出てきて応募完了です。応募の締め切りは12月2日金曜日の正午までとなっております。ちょっと締め切りまで時間が短くなっていますのでお早めにご応募ください。でプレゼントの当選者は抽選で決めたいと思います。プレゼントの抽選会は YouTube ライブで行いたいと思ってます。日時は12月3日の土曜日夜10時半ぐらいを予定しております。当日のライブ配信はアーカイブも残りますのでリアルタイムでご視聴できなくても大丈夫です。当選した方には後日メールで改めてご連絡させていただきます。当日もしライブ配信ができなくなってしまった場合はですね、後日振り替えでライブ配信をするか収録で抽選会をやりたいと思っておりますので、その時はすいませんがよろしくお願いします。私のねインスタグラムとかツイッターとかでそういう場合はアナウンスしたいと思ってますので、そちらもぜひ合わせてフォローしていただければなと思います。で応募条件っていうのは特にないんですけれども、ちょっと海外発送っていうのは難しいので、日本在住の方もしくは海外に住んでおられても日本で受け取り可能なご住所がある方のみとさせてください。あとチャンネル登録に関してはしていてもしてなくても応募することができますのでお気軽にご参加ください。そうチャンネル登録っていうのはプレゼント企画のね応募条件にはならないんですけれども、もしこの機会に登録してあげてもいいよっていう方はぜひぜひ登録していただけると大変励みになりますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで以上がねプレゼント企画の内容と応募方法でございました。もう本当に皆さんありがとうございます。本当に私ウクレレが大好きで、なんかこのチャンネルではなんかウクレレの楽しさが共有できたらいいなと思って、もう初めからずっとやってきているんですけれども、本当にたくさんの方につながっていただいて、そしてね動画を見ていただいていいねを押してくれたりとかコメントをしてくださったりとか、あとチャンネルの枠を超えて様々な SNS でつながってくださったりとかして、もう私にとっては本当に一個一個が幸せな経験でしかないというか、本当にねたくさんのウクレレ好きの方々とそういった交流とかができるっていうことがですね、私のこの活動の原動力にもなっているかなっていう感じがしています。これからもねウクレレの楽しさとか、あとちょっとしたお役立ち情報とか、私がウクレレ活動をしていく中で発見した様々なウクレレの素晴らしいことをですね皆さんに共有させていただきたいなと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はウクレンチャンネルチャンネル登録1万人ありがとうプレゼント企画のお知らせでございました。どしどしご応募をお待ちしております。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回のウクレンチャンネルでお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。